万年に描かれたラロシュジャクランプ人の肖像、ビクトワールド・ドニサンド・ラロシュジャクランは、フランスの貴族。バンデ戦争への関わりで知られ、戦後に世に出た手記によって、ラロシュジャクランプ人として知られる。ベルサイユ宮廷に影響力を持つ一族、ドニサン家の娘として、ベルサイユ宮殿で誕生した。出生名は、マリー・ルイーズ・ビクトワール。父は、元帥。 ギュイエンヌ大出自長のギー・ジョゼフ・ド・ドニさん、母は、デュ・ホールケ出身のマリー・フランソワーズである。最新の注意を払って育てられた彼女は、わずか17歳の時に、フランス革命の最初の嵐に遭遇することになる。最初の夫、レスキュール公爵、ルイ・マリー・ド・サルグ1789年の終わり、彼女は、両親と共に、メドックのシトラン城へ移り住んだ。 その城で1791年、彼女は悲惨のない若い将校で、いとこにあたるルイマリード・レスキュールと結婚した。彼の名は大きな名声を得ることになる。この結婚は恋愛結婚であり、都合の良い結婚でもあった。フランス国内の政治状況はより深刻さを増していた。レスキュールは移住を決意し、1792年夏に妻を連れてパリへ向かった。 最悪の状況だった。彼は1792年6月20日の民衆でも、8月10日事件の現場にいたのである。8月10日事件では、避難場所を探すことを余儀なくされ、彼と当時妊娠7ヶ月のビクトワールは大きな危険にさらされた。フランスから外国へ亡命する計画を捨て、レスキュールはブレシュイールからドゥーセーブル県のクリソン城を含む、 自らの所領に退避することが賢明と考えた。ドニさん夫妻も娘夫婦に同行した。パリを立ったのはちょうど9月虐殺が発生する直前の8月25日で深刻な困難がないわけではなかった。最も激しい社会動乱を起こす人々の真っ只中を長い旅行していかねばならなかった。サンフロランからロワールを渡るレスキュール将軍。 ボート上にいる母子がビクトワールと娘と思われる、クリソンは平穏であった。しかし、革命の激流は常に湧き上がった。ルイ16世が断頭台で処刑された。迫害が聖職者民事基本法を宣誓しない、非宣誓司祭に向けて行われた。30万人母兵令がくすぶっていた火種に火をつけた。ボカージュに住む人々が放棄した。バンデ全体が武器を取り、 レスキュールは直ちにトコのアンリドラ・ロシュ・ジャクランに続いた。これは武装を放棄した農民たちの戦闘に立つ最初の試みであった。シャルル・ド・ボンシャン、フランソワ・ド・シャレット、モーリス・ジン・デルベ、ジャン・ニコラス・ストフレ、ジャック・カトリノーラは自らの意志で戦場に向かった。闘争は強大な規模を獲得した。バンデ軍側に有利であるように、レスキュール夫人・ビクトワールも、 前線の夫から遠く離れ、ブレの城に退去した。ソミュール攻撃において、レスキュールが腕を負傷すると、ビクトワールは夫に合流した。彼女は夫の危険な逃避行に同行した。クリソン城は共和国軍に火を放たれた。共和国軍の兵士たちがバンデに流れ込んできた。トルフーの戦いでは、クレベール率いるマイアンス部隊に致命的な打撃を与えた。 そして多くの会議が一致した勝利と共に開催された。しかし1793年10月17日、レスキュールは、初れの戦いで重傷を負った。大勢の農民たちが集まり押しつぶされそうなほど、膨れ上がっていた、バンデ軍は、ロワール川の北側に避難することにした。自分たちの故郷から離れ、敵対する勢力が優勢な地域へ渡るという、致命的な決意であった。 大勢の女性たちと避難民たち、戦闘の足でまといとなる非戦闘員たちを抱え込むことになった。これがガレルヌの方向である。ビクトワールは一歳になろうかという幼い娘と共にこの遠征に同行した。彼女たちは負傷した。レスキュールを運ぶための担架の横を歩いたのである。当時、 ビクトワールは再び妊娠していた。胎児がそのような衝撃から生き残れたのは奇跡だった。11月4日、負傷していたレスキュールが池を引き取った。未亡人となったビクトワールは悲しみに押しつぶされながらバンデ軍の後軍に巻き込まれていった。イギリス海峡へ向かうというなすすべもない後軍の後、グランビル攻撃に失敗し、バンデ軍は再びロワールへ向かった。 途中で、アンジェ攻撃に失敗し、ルマンの路上で始まった激戦でチリチリとなり、最終的に1793年12月のサブネの戦いで、バンデ軍は壊滅した。レスキュールの死から、バンデ軍の死産までの約6週間の間、ビクトアールは、寒さ、空腹、疲労、悲しみ、過酷さを増す不安に耐えねばならなかった。発熱に苦しめられ、 農夫の服装をし、数日間屋に出て、畑の玉ねぎを割いて食べたこともあった。疲れを取るために、彼女は時々短時間だけ藁の上で仮眠を取ったが、彼女のそばに落ちた砲弾の音で目が覚めたこともあった。逃避行の最後の時、彼女は娘を手放すことを余儀なくされた。ビクトワールは、アンスに近郊の農家の家族に娘を預けたのである。サブネで彼女は、 父ドニさんから離れ離れになった。彼は数日前に打たれ、拘束されたのである。ビクトワールの母は、ブルトン人農夫の服装で変装して、プランキオー近郊の農家に避難した。温かく迎えられて、彼女は1793年から1794年にかけての冬を、小坂実りの下で過ごした。彼らは、苦難と窮乏の生活に慣れた人々で、その貧しさは、 革命派の追跡を交わすことに役立った。ドニさん夫人ともどもひどい身なりだったので、彼女たちは頻繁に施しを与えていた側であったにもかかわらず、施しを受ける側で身を晒すことも少なくなかった。しばしば青軍の捜索から逃れるために、森の中に逃げることを余儀なくされ、その生活は恒常的な不安と警戒、危険と恐怖の連続だった。こうした過酷な試練のただ中に、 ビクトワールは双子の女児を出産した。彼女はその後1月あまりの間、人目を引かないように窓やドアを閉めるよう注意しながら、数年来無人となっていたわらぶきの家で過ごした。彼女はこの悲惨な住まいで双子のうちの一人の死を経験した。ビクトワールは涙にくれつつも、この子は私よりも幸せだわ、と言わずにはいられなかった。多くの危険に遭遇し、 避難場所から避難場所へと彷徨った後、1794年のテルミドール9日のクーデターで恐怖政治は駆逐され、追放者に対して安全が保障されるようになった。しかし、そうした風潮が中央から離れた壁地で浸透するには時間がかかった。最終的に御社が宣言され、レスキュール未亡人はなんとへ向かった。そこで彼女は、 自分よりも悲惨な不幸を背負った人々を見つけたのである。彼女はその後めドックのシドラン城へ移り住んだ。彼女の人生で最も活動的でほとんど過激であった生活が終わった。彼女は